皆さんこんにちは、遠藤です。今日のポイントはアベノミクス高値超えです。ということで11月6日金曜日、今日の取引が終わりました。今日の日経平均株価終わり値は 24,325円23銭、昨日比プラス210円95銭ということで、4営業日続伸となりました。今日のポイントのアベノミクス高値超えについて、各チャートを見ながら触れていきましょう。まずは5分足チャートに切り替えて、今日1日を振り返ってみます。こちら5分足チャートになります。昨夜のニューヨーク市場ではですね、大統領選、まあ、不透明感後退に加え FOMC 結果を受けて、ダウ、ナスダック、S&P500 はいつでも大幅な続伸、4営業日続伸となりました。で、日経はですね、前日まで1000円超もの上昇による利益確定売りも入りましたので、寄り値はですね、それでもマイナス29円こちらになります。マイナスと29円06銭ということで、 24,076円22銭で小安くスタートをしました。で、その後すぐにですね、こちら、まあ、昨日と同じように買い戻されまして、プラス圏に転じてから上げ幅をこのように広げる展開となりまして、前引けにかけてですね、一時24,375円44銭、プラス270円16銭高まで上昇して、その勢いは5番を沈むことなく、このように高値を、まあ、もみ合いながら、まあ、高値キープですね。で、さらに2時過ぎには一段高の 24,389 円ぴったりをつける場面もありました。まあ、大引けにかけても、またさらに飲み合いながらも、結果、今日は 24,325円23銭、プラス219円95銭で着地をしました。取引時間中としましては、2018年の10月2日につけた高値 24,448 円07銭以来の高値水準、約2年1ヶ月ぶりの高値ということですね。で、終わり値ベースで見ますと、その前ですね、1991年11月以来およそ29年ぶりの高値をつけたということになります。次に日足チャートで見ていきましょう。で、日足チャート比較的、まあ、長いスパンでですね、見ております。現在ローソク足は緩やかな上向きの25日線の上に、そして緩やかな上向きの75日線の上に位置しておりまして、中長期的に見てもですね、上昇トレンド入りとなりました。日足 MACD はゴールデンクロス中です。まあ、現在ですね、一目均衡表はこちら見ますと、三役交点中ということではまだなく、まあ、基準線転換線が同値となっておりますので、三役交点してからの買いが、まあ、理想となりますので、少しお待ちいただいた方が、これだけ上げておりますけれども、もうちょっと待っていただいた方がいいのかなということになります。そのため日足後から判断しますと、トレードは様子見をしていただくか、または我々はデイトレをメインとして見ていただくことをお勧めしております。次に週足チャート見ていきましょう。週足は2018年、ここですね、1月10月、2020年1月とありますが、数回このように抑えられていた24000円から24200円のラインを上にブレイクしております。で、今週1週間終えております。で、まだノイズの域とも考えられますけれども、横向きになった39周線の上にローソク足が位置しておりまして、一目均衡表は三役交点中、週足の MACD はようやくゴールデンクロス、まあ、確定ということですね、週足ベースですので、となりましたので、いよいよ週足チャートから見ますと買い戦略と言って良い状態になりました。次に月足チャート見ていきます。月足チャートでは緩やかな上向きの24ヶ月線の上にローソク足が位置しておりまして、 MACD はゴールデンクロス中、とはいえ月足の一目均衡表はどうでしょう、
逆転中だったんですが、ようやく基準線と転換線が同水準になりまして、逆転が崩れてきたということになります。合わせて、これまでローソク足の中に潜っていた地高線が上抜けしたということになります。まあ、こちらも付き合わせてみると、もうちょっと待っていただいた方がいいかなということが言えます。週足、月足、いずれもですね、各移動平均線による下値サポートが実現しているんですけれども、いずれもまだちょっとわからないということですね。すべて揃っていない、買いサインが出ていないということもありますので、しっかりと上昇の買いということが言えるまでですね、積極的な買いはまだ控えていただいた方が良いでしょう。で、アベノミクス相場の高値がですね、終値ベースで2018年10月につけた、24,270円。こちら、大きく見てみましょうか。月足と分かれ、ここですね。1991年以来というふうになりますけれども、2018年、これ10月は終値で見ると24,270円になりますので、まあ、ここを上抜けたということで、それ以前に見ると、終値ベースで見ると、このように91年以来29年ぶりということになります。まあ、その高値ですね、2018年の高値を上抜けしたということで、マスコミ各社一部を除いてですけれども、今、熱狂的というんでしょうか、熱い記事が今出ております。皆さんもご確認ください。まあ、そうなってくるとどうなるのかということになりますね。で、以上から来週の日経平均株価上下の目処としましては、日足チャートにまた再び戻しまして、こちらになります。上の目処は24,500円のところまでですね。24,500円付近というのが取引時間中の高値、2018年の高値ですね。その上は25,000円、まあ、ここまではまだ距離がありますけれども、一旦24,500円丸というふうに見ていただいてよいでしょう。下の値は25日線まで、さらにその下落ちた場合には75日線までと見ております。昨日の動画解説にてですね、ようやくスタート地点に戻ったと言っても過言ではないという話をいたしました。また、24,000円を回復したことで、今後、機関が買ってくる、つまり買い増してくるということが考えられますと述べましたように、今後はですね、このように波を打ちながらも上昇していくと見ております。とはいえですね、直接的な上昇、一本上昇の上昇とはなりませんので、必ずこの押し目を作りながらの上昇となります。高値掴みとならないためにも、トレードは普段よりも慎重にですね、来週皆さん行っていただければと思います。さて、デイトレードについては、今日皆さんいかがでしたでしょうか。こちらはツイッターでもお伝えしておりますように、結果、やはり出しやすいですね。チャートや板の読み方がやはり、分かって、いる分ですね。そして何よりも持ち越すことがない分ですね、精神的に余裕を持って売買ができますね。で、来週月曜日の9日用にですね、今現在は8銘柄ほど、監視銘柄として入れておりますので、こちらもぜひチェックをしてみてください。冷やした後にて、一つ一つ、簡単でありますが、お伝えしていきます。まず一つ目、今日ストップ高をつけました、4014カラダノート。二つ目、3328ビーノス。三つ目、7356、いよいよ来ました、レッティ。4つ目、4321ケネディクス。5つ目、8515アイフル、定位です。同じく定位続きます。5803フジクラ。7つ目、4308ジェイストリーム。8つ目、6670 MCJ ということになります。まあ、以上、8銘柄ですね。売り買い両方で、入れております。いつ、ドスというのがあるか分かりませんので、オーバーナイトをしないデイトレを強くお勧めいたします。スイングの方はですね、様子見をしていただくか、どうしてもやりたいという方は、ポジションをできるだけ少なめにしていただくことをお勧めします。今日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録と、よろしければ高評価ボタンを押していただけましたら幸いです。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、失礼いたします。来週も頑張っていきましょう。